日本愛知県日清市赤池町赤池町は愛知県日清市の町名。郵便番号は4700126。日清市南西端に位置し、東は浅田町、梅森町、東郷町大沢郷、西は名古屋市天白区平張り、天白町大沢平張り、南は名古屋市緑区東新の倉、東郷町大沢春木、北は名古屋市天白区梅ヶ丘に接する。 町域は現在北西側と南東側の二つに分かれており、間に赤池1から5丁目と赤池南1から2丁目を挟んでいる。かつては農村地域であったが、1978年に名古屋市営地下鉄鶴舞線は赤池駅が現赤池1丁目に開業して以降、急速に宅地化が進んだ。北西部には農地が一部残っている。出店。 愛知軍赤池村を前身とする。尾張国地名校の愛知軍赤池村の校には、政治なりとあり、かつて赤い色をした池があったことによる説のほか、龍園寺の西にあった泉が、当初赤水と言われていたのが次第に大きくなり、赤池と呼ばれるようになったいう説があるが、定かではない。2019年7月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。プライムツリーや会計、ありがとうございます。